日本岐阜県大垣市学田町学田町は岐阜県大垣市の地名。現行行政町名は楽田町1丁目から楽田町8丁目。大垣市北部に位置する。学田町は北部や東部に水田が西南部には農業集落があり、南部を通る国道21号を中心に住宅や店舗が立ち並んでいる。また、町の東側に 浄土新州本願寺ハリ宗総寺浄土、宗都もみつ案西側に、新州大谷派州旧寺浄土宗薬師院、中央に八幡神社があり、年間を通じて多くの行事や法要が行われている。学田町は、伊比川等の河川の氾濫によって何度も水害に見舞われた過去があり、町内を散策すると至るところに、垣根が存在し、当時の面影を残している。 なお、今日では、過去の水害を教訓に治水対策が十分になされているため、町内での大規模な水害は発生していない。楽田という地名が登場する最古の記録は、鎌倉木の東大寺文書だと言われており、その中で、学、多合って、東大寺の法要の時に落曹する費用を受け持つ、村やろ、そうや、それでここは、大井宗の出境やったわ、きっと平安の頃から、 ここは、学多号やったろうなと記されており、この場所が、身の濃く多い省内学多号として知られ、東大寺の落草を支えたとされている。鎌倉期から、落伝と称するが、食法期には、ぬかた、江戸期には、学多と書いた文書も見つかっている。2018年10月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。